朝の決闘の教室。どうもお願いします。お願いします。どうも、はじめまして。はじめまして。私は、北見直美と言います。はい、お願いします。どうも。競馬はあれなんですか、やるんですか。競馬は実はちょっとやったことがなくて。やったことがないです。でもちょっと競馬のことを、知りたいなと思ってやってきました。お願いします。なんか競輪があるかなんかで。あ、そうなんですよ。競輪 の、あのキャンペーンユニットみたいなのをやらせていただいてて、はい、そうなんです。そこで車検とか買ったりしてて、競輪は詳しいかなとは思います。競輪詳しい。はい。なんか競輪で好きな選手とか、好きな、なんかそういうのあるんですか。そうですね、なんか私はあの先行選手とかいるんですよ。先行選手、番手選手っていうのがあって、その番手選手がゴール前ぐらいで、あたりでこうインを刺してきて、やっぱインコースで来て最後刺すみたいな選手が好きで、イン刺しが好きなんですよね。先行選手ってやっぱ足があるじゃないですか。それももちろんかっこいいんですけど、そう、足がなくてもこうインをこうついてきて運でこう勝つみたいな。運で、はい、まあ確かにね、中があまり内側開かないと難しいじゃないですか。そうですね、はい、なのでその一瞬をついてくるのがかっこよくて、私はちょっと好きになりましたね。で、はい、イン差しの、はい、ナオミンにぴったりの条件が阪神の内回りですね。はい、うん、はい、まあ、例えばね、4月の14日の阪神9とかね。はい、はい、まあ、このレースなんかね、はい、まさにあのイン差しのレースで、はい、インの差し馬が上位を独占したんですよ。あ、そうなんですね、はい、へ、大勢アベニールっていうのは差してきたんですけど、はい、これはインの差し馬で10番人気だったんですよ、はい、で1番、2番、4番、5番が、はい、1番から6番までが1着から5着を独占して、はい、3連単の配当は17万馬券だから、イン差しは人気薄で恵まれてで、このレース一番人気でぶっ飛んだのが、はい、アルジャーノ、はい、12番、はい、12番で1番人気だったんですよ。あ、そうなんですね。前走外から強い競馬を刺す、強い競馬をしてたんだけど、はい、この日実は雨が降っていて、はい、阪神って内回りで雨が降るとこう王道のスピード型の差し馬が末足をそがれて、はい、インコースのパワー型が穴を出すという、馬力型が穴を出すんですよ。へー、そうなんです。でしかもこの大勢アベニールっていう馬は前走ダートを使ってたんですけど、はい、でも団地比系なんですけどね、はい、団地比系、はい、ここで出てくるのが、まあ、1頭の勝負を覚えるだけでも馬券は勝てると言いまして、はい、まあ、団地比のダートから芝、はい、これが雨降ると特にめちゃくちゃ走るんですよ。こうやってだから雨が降ると王道型の早い上がりで刺した馬が結構人気で飛びやすい好条件っていうのがあるんで。あ、そうなんですね、はい、内回りの千二とか千四っていうのは、はい、ちょっと要求される能力が全然違うので、はい、そのイン差しとかが決まりやすい条件も結構多いんですよね。はい、詳しく見ました。桜花賞とか。桜花賞ちょっと見ました、テレビで、うんうん、どう思いました。もうやっぱり見ててもそんなにもう目が慣れてないので、うんうん、あのどっからどう馬が走ってくるかも未知の世界なので、うんうんうん、今年のね、はい、桜花賞はねグランアリグリアっていう馬が勝ったんですけど、はい、これは、アメリカから来てる血統でタピットって言って、はい、スピードの持続性というかね、こう速いタイムだったんで初めてなんですね。32秒台になったのは桜花賞が勝ちタイムが、はい、で今までの時計がもうちょいかかる時は、はい、フランス型の血統がこう指してきてたんですけど、はい、今年はアメリカ型の血統が前に行って持続するみたいな。競輪選手は先行持続と外からまくってくるっていうのは大体同じ人がやるものですか。そうですね、それぞれ先行選手でも先方とかがやっぱりあったりするので、うん、一番最初に仕掛けて逃げ切る選手もいますし、うん、こう後ろからロングまくりでまくってきて、うん、こう勝つ選手とかもいるので、まあ、グランアリグリアのタピットなんかはね、はい、ギア倍数は多分大きいタイプですね。飛びがこう、はい、大きいスピードで持続するような馬なんでね、はい、タピットっていうのはだ本来は平坦の高速レースが芝だったら強い系統なんですよね、はい、でちょっと時計がかかって刺してくるのが強いのが本来はフランスの血統なんですけど、はい、欧州型のフランス血統なんですけど、はい、まあ、今まで桜花賞っていうのは、はい、まあ、欧州型のフランス血統が刺してくるっていうパターンが多かったんですが、はい、今年はあの米国型のスピードの持続力が、はい、はい、生きる流れが、はい、このグランアリグリア自体がやはり先行してスピードを持続する方が向いている馬なんですよね、はい、
なんかルメールジョッキーがレース後に、はい、を語ってたことが、はい、フューチリティステークスはちょっと仕掛けが自分の中でそれでも2番手だったんですけどそれでも遅かったと、はい、もっとこう早く仕掛けてスピードを持続させればよかったみたいなことを言っていたと思うんですけど、まあ桜花賞は実際その通りフューチリティよりかなり早い仕掛けにして押し切ったんですよね、うん、でそういう早い仕掛けで押し切れるっていうのは一つ馬場状態が、はい、今までより時計が速くなったんで時計が速くなるということはこうスピードを生かせるんで、はい、そういうことも両方重なっての勝利だったんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、馬にもやっぱギアとかあるんですかね。そうなんです。馬っていうのはう、ね、ギア比というのは骨格とか筋力なんですけど、はい、とイコールだと思うんですけど、はい、まあつまり最高スピードと加速力というのは相反するものじゃないですか、はい、まあ、だから競走馬の能力は一定ではないので、はい、やはりそのギアみたいなものなんですよね、はい、トップスピードを高めれば加速力が下がる、うん、加速力を高めればトップスピードは下がると、うん、パワーというのと加速力というのはまあイコールじゃないですか、はい、例えばギアで言えば軽い自転車とかさ、はい、パワー型のギアにしたらさ、はい、やはりそのパワー型のギアによって重い芝とか、はい、深いダートとかを走れるようになるわけですけど、はい、そうすることによってトップスピードは下がるわけですよ、うんうん、ただトップスピードを高めてしまうと、はい、今度逆に重い芝は走れなくなると、うん、まあそういうことなんですね。だからトップスピード型、はい、やはりこういう桜花賞とか、はい、広い直線の、はい、まあ、日本というのは基本的にトップスピードを高めていくゲームなんですよ本来は、はい、阪神の芝戦力というのは、はい、しかしさっきの阪神戦のようなものは逆の方向性 の、はい、パワーとか馬力を高めて逆のギアの方に持っていくと、うんうんうん、むしろもうそのギアを遺伝していくゲームみたいなもんですからギアとかその筋肉の性質とかスピード型、はい、パワー型とかを、はい、こう例えばディープインパクトっていったらそういう特性を子供にどんどん、はい、遺伝していくゲームですから、はい、能力の設計図なんですよね血統っていうのは、はい、うん、続きまして皐月賞ですけどね、はい、はい、これ見ました皐月賞。皐月賞、あ、見ました。すごい、最後すごい僅差でしたよ。1着2着がすごい僅差で、1、2、3着がね、はいはい、サートルナーレとベロックスは両方5、6番手にいたんですけど、はい、残り 600m の、はい、スピードも一番速いスピードを出したのがサートルナーレで、はい、2番目に速いスピードを出したのがベロックスで、まあこのサートルナーリアっていうのは、はい、ロードカナロワなんですけどお父さんが、はい、まあ、お父さんのこのロードカナロワっていうのは、はい、現役時代は、はい、1007以上に出たことすらないのかな、はい、で1000人の G1 をたくさん勝っている馬なんですけど、はい、もう子供は早くも去年のアーモンドアイも実はお父さんロードカナロワなんですけど、はい、やはり 2400m とか、はい、2000m を勝つんですよ、はい、でサートルナーリアももうすでに 2000m の G1 を2勝したことになるわけですけど、はい、これはなぜそうなるかっていうと、はい、僕これ血統の教科書っていうのね、はい、出させてもらってるんですけど、はい、これ5ロードカナロワ産駒が 2000m 使う前に書かないといけなかったんですけど、はい、まあ、母馬次第でクラシックを出る馬が必ず出るとは書いてあるんですよね、はい、うん、なんでそれが分かるかっていうと、はい、このロードカナロワっていうのは、はい、キングマンボ系で、はい、キングマンボ系っていうのは、はい、お母さんの特徴を引き出しやすいんですよね。お母さんの適性をかなり受け継ぎやすいタイプの種馬で、はい、あとは気性が穏やかになりやすいと、はい、だからお母さんが芝の 24G1 に実績のあるような血統だったら、はい、芝の24とか 2000m 以上に強い子供がたくさん出やすいんですよね。うーん、フサイチパンアーモンドアイのフサイチパンアーモンドアイっていう同じロードカナロワお父さんの馬がいるんですけど、はい、それもお母さんは芝の 2200m の G1 で実績を出していましたし、はい、このサートルナーリアのお母さんのシーザリオも 2400m の G1 を勝っているので、はい、うん、まあ、ロードカナロワ8サンデー系とそれ以外にした場合だと芝の戦力以上 の、 勝ち星比率が全然変わってきますから、はい、これはなぜそうなるかというと、一つはキングマンボ系、ロードカナロワのお父さんであるキングマンボ系がお母さんの特徴を引き出しやすい、そしてその、はい、さらにサンデーサイレンスというのは逆に自己主張が強い血統なので、はい、そうするとこうお母さんの適性が勝っちゃうんですよね。そうなんですね、うん、だからそういうお母さんの特徴が出やすい種馬がでいいと、はい、でまあ、日本っていうのはサンデーサイレンスにすごい向いている国ですから、まあ、当然キングマンボにも向いているんですけど、はい、サンデーサイレンスの特徴を引き出しやすいっていう意味でもこのキングマンボっていうのは合ってるんですね。まあ、このキングマンボ自体も当然日本適性高いんですけど、はい、それをさらにこう自分のものにできてしまうっていうのが、
まあ、キングマンボケの強みですね、はい、うん、2着のねこの、はい、まあ、ベロックスっていうのはまああのジャストウェイでこれ ドイツ品系っていうんですけどね、まあ、ジャストウェイ自体もやはり、はい、あの1006と2000の G1 で強かった馬なんですけど、はい、でまあ、中距離では世界ナンバーワンランキングを取ったことがある種馬ですね。おで、まあ、このお母さんはあのセルキスって言ってこう全部 S なんですよね、はい、S セルキスってここずっとお母さんの名前 S で続いてるんですけど、はい、こうドイツ血統っていうのは全部こう同じアルファベットで並べていくっていう、そうなんです、そういうルールがありまして、はい、まあ、これ S ラインって呼ばれている名品系なんですけどね、はいはい、とあのサートルナリアと、はい、そのベロックスというのはこれからどういうふうな、まあ、当然順調であれば2頭、はい、ともダービーに行くと思うんですけどね、はい、うん、ダービーでパフォーマンスが下がる要素がなくてですね、あ、そうなんですね、まあ、サートルナリアのお母さんのシーザリオもオークスを飼っていますし、はいはい、まあ、ベロックスもドイツ品系の馬なので、はい、母父が、モンズンという系統なんですけど、はいはい、道中をゆったり追走することを得意としている血統なので、はい、でジャストウェイなんで瞬発力勝負も強いんで、まあ、ダービーってのはゆっくり追走して、はい、中段前からゆっくりと追走して速い足を使うっていうことが要求されるレースなので、あ、そうなんですね、同じような競馬ができてしまうんじゃないかなと、この2頭ね、走りそうですよ。まあ当たれば面白いですからね、それもそれでいいと思うんですけど、はい、まあいいと思います、はいはい、ありがとうございます。